ネットワーク中心の戦いは、アーサー・セブロースキー及びジョン・ガルスとかによって、草案された革新的軍事コンセプト。工事の情報ネットワークによって、情報を伝達、共有することで、意思決定を迅速化するとともに、戦力運用を効率的に行うことを目的としており、つまるところ、ネットワーク中心コンピューティングのコンセプトを、 軍事の C4I システムに応用したものである。イギリス軍においてもネットワークを駆使できる能力の名称で同等のものが検討されている。NCW の基本的なコンセプトはセンサー機能、意思決定機能、攻撃機能をネットワークで連接することで戦闘力を増大することにある。セブロスキーは NCW の特徴について 指揮官の意図に基づく戦略、作戦及び戦術上の目標達成に利用する高度の共有戦闘空間認識を確保するための地理的に分散した兵力の能力であるとしている。すなわち、情勢認識の共有 C4I システムによって共通戦術、作戦状況図を生成することで全ての部隊の全ての将校、可視官、兵士が 戦場の情勢認識を共有する。自己動機の増大、下級昇降、可視感、兵士の権限を拡大することで、彼らが自ら意思決定し、行動できるようにする。迅速な指揮、従来形成されてきた、前回定を通じた蓄次的なオーダーループからの脱却により、意思決定速度の向上を図る。上記の三要件を達成することにより、 下記の三利点が獲得されるのである。作戦展開速度の向上殺傷力の増大残存性の増大言い換えれば、分散配置した各ユニットをネットワークで連接して高度の情報共有を実現することで ISR、監視と偵察の対象範囲を拡大するとともに、地理的に離れたユニット間で情勢認識を共通化し、 これをもとに組織末端にある程度の意思、決定権限を委任して、意思決定と行動を迅速化することによって主導権を握り、また、火力発揮を効率化することによって、実質的な戦闘力を増大させるというものであり、極めて端的に言えば、高度な C4i システムを背景にした、気略戦である。このことからわかる通り、NCW は従来より採用されてきた。 個々の兵器などプラットフォームにこだわった PCW の対局に位置づけられているが必ずしも二者択一の関係ではなくあくまで NCW を重視するか PCW を重視するかの傾向に過ぎないそれゆえ既存の兵器システムであっても運用者の意識改革によって直ちに NCW コンセプトを適用することもできる例えば日本海海戦は NCW コンセプトが提唱されるよりも100年以上早くに戦われた戦闘であるが実際には当時発達し始めていた無線通信システムを基盤とした NCW コンセプトの初適用例であったことが指摘されている。海上自衛隊のシステム担当者であった大熊康幸は NCW コンセプトが旧来の軍事コンセプトを 根本から揺るがすものであると主張し、その革新性は、戦闘力の枠組みの転換ボトムアップ、自己同期の2点にあると指摘している。NCW の変革性の第1話、グリッドコンピューティングの概念を導入してのパラダイムシフトにある。従来の概念は、NCW と対比して、PCW と称される。PCW において、戦闘力の根源は、 センサー機能と意思決定機能、光線機能が自己完結する形で組み込まれた個々のプラットフォームにこそあるものとされている。これに対し NCW においてはこの枠組みを解体し全プラットフォームを情報系、センサー系、光線系グリッドの部分集合として捉え直すという枠組みの転換がなされている。NCW の変革性の第二は。 組織末端への意思決定権限委任及び自己同期化による作戦式手順における蓄次的、オーダーループからの脱却、革新にある。すなわち、適切な構戦規定策定の上で、下級指揮官に対して意思決定権限を委任し、中間回転を大幅に削減することで式構造を平坦化する。また、高度な C4I システムの支援の下で共通戦術、 作戦状況図を作成することで、全改定を通じて、情勢認識及び上級指揮官の意図を共有し、下級指揮官が主体的に適常に対応して行動を起こすようにすることで、意思決定、実行を飛躍的に迅速化する。特に自己動機は、効果中心の作戦を遂行する NCW の原動力の切り札である。このように、 高度な情報共有と適切な交戦規定によって各級指揮官が各自判断の下で率先して行動することにより従来より採用されてきた逐次的なオーダーループを脱却し迅速な意思決定と行動によって敵の先手を打ちさらに実質的な戦闘力も大幅に増大させることが可能となる。また、ボトムアップ、自己動機は 兵力の分散配置を可能とし、また、それを必要とする。従来は、指揮統制及び火力の集中のため、兵力は集中配置されることを胸としており、分散配置は、括攻撃破を招くのみであった。しかし、大量破壊兵器所持の敵に対しては、集中した兵力は適切な目標を提供する、ことにもなった。情報。 通信技術の進歩、そして武器の複域拡大は兵力の分散配置を可能としており、また NCW コンセプトの下では、兵力の分散配置はセンサー及び光線グリッドをより広域に配置できることをも意味することから、兵力を地理的に分散して配置することも十分に有利な選択肢となる。 NCW コンセプトの下で再構築されたアメリカ海軍の C4I システムアメリカ海軍は艦隊戦闘実験において NCW コンセプト採用時と PCW コンセプト採用時の相対比較を行うことにより NCW の有用性を検討したこの結果平均的な意思決定サイクルは43分から23分に短縮され 任務遂行に要する時間は50%減少、射撃の有用性は逆に50%増大し、艦隊の防御網を突破した、敵襲定数は1、12減少したのである。これによって、NCW コンセプトの有用性は立証され、2003年11月、ドナルド・ラムズフェルド国防長官は、統合作戦コンセプトを認可し、 これによって NCW コンセプトのアメリカ全軍への導入が決定された。しかし NCW コンセプトの導入には各級指揮官への教育、交戦規定の策定、C4I システムの整備など多大な労力が必要となる。このことから NCW コンセプトの導入は段階的に進められており2010年までに NCW コンセプトにのっとった作戦を実行可能とし全面実用化は2030年を目標としている。なお、アメリカ統合軍は現在 NCW を実現する情報基盤として全地球情報グリッドの整備を進めているほかアメリカ陸軍のフューチャーコンバットシステム、アメリカ海軍の共同抗戦能力は NCW コンセプトを導入した。 戦闘コンセプトとして開発されている。また、特に NCW コンセプトの元祖であるアメリカ海軍は1990年代より次世代艦艇の総合的開発計画として SC-21 計画を進めていたが NCW コンセプトに基づいて計画を全面的に見直しミサイル巡洋艦、CG ミサイル駆逐艦、 DD からそして宴海域戦闘艦 LCS の組み合わせという新方針を策定するに至った。ありがとうございます。